まあまあ回線良さそうじゃない？回線良さそうじゃないですかね。すごい500とかってなるもんなんだ普通。あ、こんばんは。570580590600。こんばんは。え、このぐらい普通のもんなの？いつもこう隠れてて見えないからわかんないのか。こんばんは。寒かったのでお部屋に来た。ちょっとこうお仕事というかこう取らなきゃいけないものがあったのでお部屋に来て、あの部屋着というか、それからなんか着替えてじゃ取ろうかなと思って、トレーナーだったので、トレーナーでもいいんですけど、ちょっともうちょっとラフすぎたかなと思った。メールに送ったのはちょっとラフすぎたかなと思ったので、そうお部屋に来たらめっちゃ寒いと思ってニット着ちゃったよ。ニット着ちゃった。睡眠不足の人、そう今日の睡眠時間は仮眠1時間あれで、んだっけ、あの昼夕方よ4時前ぐらい、3時から4時ぐらいまで寝てた。朝みぞれ降ってた。だって倒れないの？だってなんかオールもう朝まで寝れない、ダメだと思って、じゃあ今日朝から活動して夜早く寝て朝早く起きるぞと思ってオールします。で全然使えとかないの、何もしてないから。あの勉強してるわけでもないし、こう日頃運動してるわけでもないので、まだ自分の中のカロリーとかこう消費するものがないので、もう全然疲れないです。まず、オールして寝れないからね、全然。でよっしゃ今日は早く寝るぞと思って、で12時過ぎとかに寝て、そしたらもう2日分寝るの。そうする結局次は夜の4時に16時に起きて、やってしまったと思って、これじゃ悪循環だと思って、で16時に起きるからもうすぐ夜ご飯なわけですよ。もう何もしてないわけよと思って、で、あやったなと思って、で16時に起きて、でそしたらまだ寝れないけど何もしてないから。でまた寝れないと思ってこうちょっと起きてたの今。目覚ましかけないのだって。いやなんか例えばこの前だったら、よしじゃあ俺をクリームチーズケーキ作るぞと思ったら、じゃあ目覚ましかけようと思って目覚ましかけるんだけど、いや基本的にかけないんだけど、かける時もあるのに、じゃあ朝午前中に起きるぞと思って9時とかにかけるんだけど、いや結局なんか朝になると、えなんでこうお仕事じゃなくて別になんか自分の趣味のために早く起きなきゃいけないんだろうってなっちゃうの。ひどいよね。そう、そんな感じ。めちゃく循環だよね。めちゃく循環だなって思った。目覚まし起きれる。だって別に仕事ですとか学校ですとかだってマジで全然起きれるんだけど、なんかこうお仕事今お家にいる状況でなっちゃう。あ、ゆいちゃん実家に世界が回ってるから平気だって、やだラブ。そう、自分の趣味のためにね早起きできたらいいなと思うんですけども、ゆいちゃんにはまだちょっと。もうそれで、で結局4時とか5時とかまで寝て、あやばいやばいやばいと思って起きて寝れなくて、
次の日朝も寝れないので8時とかからも体を動かして動くから次の日にやるみたいな。1分でも長く寝て、わかるわかる、めっちゃわかる。今日タレメちゃんなんです、タレメちゃん。わかるかな、もうこれでもか、これでもかってほどにいつもこれでもかってほどに釣り目なんだけど、今日はもうなんかアイシャドウとかはあんまり濃く塗ってないので、そう肌とかももう超適当、クッションハンデだけみたいな。なのでアイラインドーンみたいな感じにしました。垂れ目派だって、お垂れ目派も結構いるみたいだな。シンプルに好きだって、嬉しい。そう、どっちがいいかなと思いながら自分の顔と相談中です。どっちも派。垂れ目大好き。あ、まあね、お洋服とかな、選べん。パラライ知ってる知ってる知ってる、もちろん。もちろん。目が開いてるだけで偉いだって。あ、ゆいちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ゆいちょっとインスタライブするわ、クラノート。今から今からインスタライブするわ、インスタライブするね、バイバイ。この後じゃあね、またね、バイバイ。